トラバンチャンネル。ハンカーとか始まる前です。もうすごい、ね、人数でどうですか。すごい人数なんですかね。この前タレント見ちゃったんで、はい、でもね、僕としては初めて優勝しての、ね、初めてのハンカーだったんで、はい、すごい楽しみだなと思います。もう日本一ではやっぱりハンカーにちょっと気持ちも違いますか。いや、周りが違うかなと思うんで、はい、それに飲み込まれようかなと、はい、楽しんでいきたいと思います。今年、まあ、ご自身の成績もね、2年連続盗塁王、まあ、成績も抑えましたけど、今シーズンの成績改めてどうですか。そうですね、まあ、チームがね、優勝できたっていうのはすごい大きくて、まあ、個人の成績はそうですね、特に、意識しなくてもいいのかなっていう、まあ大事なところで打てるっていうのはね意識してたんで、まあ、そこが打てたっていうのと、はい、あとは怪我しちゃったんで、そこをなんとか来年は怪我しないように、はい、したいなと思います。やっぱその来年の目標といいますか、まあ、数字でもいいですし、その怪我した分のフリーディングでもいいですし、その辺りどうですか。そうですね、来年ね、もっと伸び伸び野球したいです。どういう意味ですか。まだこれは言えないですけどね、はい、まあ、もっともっと自分の、はい、理想を求めてやっていきたいなと思います。数字的にここをもっと伸ばしたいという。いや、そういうのも言わないです。来季に向けてチームの目標はまた連覇というところを掲げますけど、そんなあたりはどうですか。そんな感じです伸び伸びされてなかった。伸び伸びして、あ、今までも多分伸び伸びしてなかったんで、もうちょっとこうね、もうちょっとこう英語出してもいいかなと。伸び伸びなった近本さんはどんななるんですか。どんななるんですかね。まあ、日本シリーズね、どんどん初球から打ってたんで、もうそんな感じになるのかならないのか、はい、まあ、今年もバンカー、まあ、日本一でのバンカーですけど、いかがですか。チャンスとかは、まあ、今年が一番やっぱりバンカーやった中で、まあ、気持ちのいい感じですし、ファンの方もたくさん入っていただいているので、まあ、楽しくできているかなと思います。改めて、まあ、今年の1年間、まあ、チームにとっても、まあ、中野選手にとってもこういい1年になったと思うんですけど、改めてこう振り返ってみていかがですか。そうですね、個人としては本当に世界一、リーグ優勝、日本一っていう、本当に1年で素晴らしい経験を、まあ、できたので、個人としては本当にいい1年でしたし、チームとしても18年目のリーグ優勝というところで、まあ、チーム全体で目標にしていたことができたので、まあ、そこは本当に個人としてもチームとしても良かった1年かなと思います。タイトルも最短が取られましたけど、はい、そこは。そうですね、2番打者の役割をしながら最短が取れたということは本当にチームとしても意味のあるタイトルだと思いますし、まあ、これに満足せずもっともっと上を目指して頑張りたいなと思います。まあ、来シーズン、まあ、今年以上の成績をこう残そうという気持ちだと思うんですけど、はい、もうちょっとこう伸ばしていきたいところだったりとか、そういうところってどういうところですか。まあ、そこはもちろん打率っていうところで、まあ、3割っていうところは目標にしている数字ではあるので、まあ、そこに少しでも近づけるように3割を超せれるように、はい、頑張りたいなと思います。盗塁の部分は。盗塁もそうですね、1年目2年目と、まあ、どんどん減ってきてはいるので、まあ、なんとか今年以上の数字を来年は残せるように、もっともっと積極的に走っていけたらいいかなと思ってます。近本さんを越して、まあ、近本さんを越すのもそうですし、まあ、2人で、まあ、いい相乗効果というか、まあ、そういうのがあると思うので、まあ、しっかり近本さんを追いかけながら、まあ、しっかり最後は抜きたいなと思います。ちょっとで最後に来シーズンの中野さんの目標、まあ、チームの目標でもいいですけど、はい、ファンに一言いただきたいと思います。はい、個人としては首位打者というところを目標に頑張っていきたいと思います。チームとしてはタイガース初の連覇に向けてチーム一丸となって頑張っていきます。また引き続き温かいご声援よろしくお願いします。ついに掴んだアレのアレ、今年の締めもアレ祭り。さらに虎選手おもてなし、
上信プレゼンツ阪神ファン感謝デー3日日曜。